けど前の人なんかの何回回してるとか言って前の人ようけ回した方が偉いんちゃうかとか10回ぐらい回したら皿回しちゃうねんから、ね、そのレベルで、まあ、参拝業にもしてるからだから本当はそこは何をやってんのかわからないそういうのっていただけないでしょでこれはこれはもう簡単な生活様式のことを言ってるんでこのようなことを知っておいて向こうにあと作法とか作法が綺麗とかさ立ち振る舞い綺麗とかこれは練習したらええねんそれは別に人に見せようっちゅうもんじゃない本当はでもまあ全体の前でリーダーとしてやんねんやったらかっちょあるってならんほうがええわね知事とかでもそんな人おるじゃないからバーンバーンって人おるからね奈良はなあかんわねあれだからやっぱり世のリーダーとか世のやっぱりそういうふうなね伝えていく人たち先立ちって言われる人は先立ちですけどだから正しいっていうのはないんやけれどもやっぱり見ていて美しいそして神様もお喜びになるというような立ち居振る舞いでそして作法のことも知っていて皆さんにそれを伝えて生活様式としてもう一度我々日本人の生活に古来からあるこのしきたりが残ってるわけやからちゃんとそれを知った上でやってたらいつも元気になれるでしょそのために玉串商店があるわけや、まあ、そういうことが我々の古式からある伝承なんですよねそういうことがこの神社に来て分かればいいと。で、この玉っていうのは、伊勢神宮の鏡と熱田の剣、そして玉。これで三種の神器なんです。で、実はうちも、この間、沖縄の神中は、台湾の霊能者がごっつい勾玉を持っていたわけ。翡翠の。で、それボーンって置いてあって、これは表さんのところに祀るべきもんや。蓮って言うて、それ降りてくる人やから。有名な神中やからね。それが言うて、で、僕とこ、実は鏡と剣はご神体なんです。そもそも、アメクニトコたちの冒険を持ってるからね。だから、剣はご神体です。それはうちのアメクニトコたちなんです。それがアチマリカムなんですね。で、鏡は伊勢で僕が新調してもらったやつがあって、それは内殿でも見た目でしてるから、うちはお札いらんのです。で、玉はなかったんや。ほんで来たんや、今さ。ほんで玉箱神社やん。でどういうことかというと玉っていうのは継承の証で魂そのものやからで、まあ、本来天皇家で継いでいくものっていうのは玉なんですよ御霊譲りなんですよ、ね、だから大乗祭に御霊アマテラスの御霊入れてっていうのは御霊なんですよ玉なんですよこれは魂のこと言ってるで魂は生きてるので動いていると尻尾引くんですほうき星みたいなだから勾玉胎児も宿った時は勾玉の形してるわ動くから、ね、そういうことでその玉っていうでそもそも剣って何かっていうと道開きなんですでこれはもう僕の言やと思って聞いてください、まあ、じゃあ神社でちゃうこと言う人もおるかもしれないけどおそらくほとんどは知らんと思う、ね、で下ろしてきて言う人もおるかもしれないけど僕は伝承で分かってって言ってるからでそもそも何なんかというと剣っていうのは草薙の剣っていうその前は雨の村雲なんですよ鉄器を使った民族は村雲なんですよ、ね、泡に村雲神社が2つあるそうするとその草薙っていうのは後でできた草薙を何でかってこっちに新天地を元組できて誰が住んでるか分かるところに来てこの陸に上がってきたら草を切っていかなあかんの、うん、戦闘を切っていかないとこの草切る剣がいるやんで今で言うたら別に剣いらへんと今度どっか繁華街行ってこの分かりにくいな梅田のえらい広なってもうたなみたいな話やねどっからエスカレーターで行ったよねみたいなそやけどこっちこっちとか言うて JTV の果てでこれがモーゼのアロンの杖も同じなんです次にアロンというのは兄貴の名前やからねアロンが杖を渡して次にモーゼお前って言ってそれを渡されたやつがリーダーになる道しるべになるわけ、ね、だからまあ簡単に言ったら JTB の旗や迷うからみんな繁華街でね大体その都会でそういうとこやからでそれが実際に残ったものが実際にその道開きをやってきた残ったものが剣になってる、ね、というそれが草薙の剣なんですよねそしてその次は鏡ですよねで鏡は僕はこれはもう僕一流の言い方でいつも言ってるけど海洋民族がずっと持ってきたものです星読まない星読まない夜の運行はできないハワイでも未だにキャプテンを作るときに砂浜で砂に書くねんけど西にとか南に3日間進めとか言って教えるわけでこの季節の西に進んだときにこの星座の形がこの星座が出てくるのを砂浜に書くわけそれを覚えておくわけ。3日間やっぱり西に行くとキャプテンが言ったように必ずその星座が出てくる。それは獅子座やったりするわけ。ほんならここに武道飾り真珠鏡で獅子描いてある。見たことある？武道飾り真珠鏡。模様描いてるでしょ。あれは星座やから。あれを船のその舵取りのところに置くわけや。
この季節はこっち向きこっち向きって置くわけ。そしてその方向に進むわけ。うん、そしたら海洋公開できるんです。そして昼や、昼。昼どうやって向こうの船と合図と向かって、遠いとこの。光らせる。太陽や、太陽。一番届くからね、レーザー光線みたいなのがね。これは使ってたもんなんですよ。出なかったら、ならない、その信仰に。だから僕は生活様式ですよって古典神道はって言ってるわけ。海洋民族が使っていたものを陸に降りて、陸に降りてから源氏とかもそうやってる、陸に降りたら刀いんねん。でしょ、草切らなあかん。草ボーボーや、ほっとったらもうここら辺も草ボーボーなる。ね、何で切んねん、釜でもええよ、別に。切らなあかん。ね、そうやって海洋民族が使ってきた鏡、そして陸に上がって使ってきた剣、道しるべ。ね、モーゼが杖持ってたもん同じです。向こうのイスラエルではあれが三種の神器の一個になってるからね。で、御霊はもう絶対忘れたらあかんぞという、お前が次継ぐんやというのを渡されたのが玉でしょ。山伏は、時んなんやね。あれは何でか言ったら、絶対に長い間陸地を歩いてきたら、1年ぐらい何にも邪魔されんと歩いてきたら、イスラエルから日本まで来れるらしい。365日歩いたらええね。休みながらちょっと休憩して休む、歩く。ところがそこら辺にいろんなやつがおるわけ。ほんなら私は誰やったやろうってなるわけ。だって都会におっても私 何やって生まれてきて何しててんやろ、私 何やったやろ、私誰って言ってノイローゼになっていくわけね。その時にユダヤの人たちは山伏と同じ格好、山伏の格好していくとユダヤ人びっくりするのよ。向こうの祭司の服はラビはあれ着てるからほぼ一緒やから。でここに四角の箱つけてる、待ってるでしょ。その中あれトーラーっていうね、あれ巻物入っとるよ、経典と生活様式。だから絶対忘れへんで、それずーっと読んどる、ユダヤは。ね、で、あれと同じなんです。でそれはどっちから行ったかって、日本から行ってるから。で、向こうで伝承が残って、向こうに帰ってきてるから。で、こういうことはもう学術的に当たり前になってきたから、全然びっくりすることではない。このトーラーと日本の伝承であるものは、例えば巻物なんですよ。ね、忍法を改伝する巻物。今言ったら症状じゃなくて、巻物を渡すだけ。ね、それ虎の巻っていうの。虎おらへんで、日本に。イタチの巻とかやったら分かんない。イタチの巻って書いてるんだけど。虎の巻って何で言うんだ、トーラーから来てる。だからそう考えると、山伏の伝承が向こうに伝わって、山岳を越えていくときにそういうものをつけた。それがトーラーという、それが虎の巻になっているという伝承をつないでいくと、よく歴史が分かりますよね。だから3000年で歴史を見るっていうのは古典神道では絶対言われてるから、3000年瞬きの今年って言われた、ね、3000年ってそんなんって言うけど、古事記1300年は新しいんです。古典神道で言うと僕は絶対3000年のスパンで見なさいと。なぜならば一王朝がざっくり3000年やから、神武王朝ももう3000年に近くなってる。だからここで次の王朝に変わるということはあり得るわけです、ね、それはもう続いてんねんやけども、続いてるでも万世一系はないよ。もう三宅でも必死で養子入ってやってねえから。なるはずないやん、万世一系って。そんな、だからそれある言うてるけど、それは難しいよ、それ現実的に。だけどどっかからつなぎ、どっかからつなぎやってるわけでしょ。まあ、それは努力をしてきたこの国の証やと思います。でもまあそういうことがあって、我々は今までやってきた事実です。そして今までやってきたことの伝承が形骸化してしまう。なぜかというと、書物にすると形骸化するんです。勉強になるね、クラウドの。今の教育もクラウドの勉強で、一番暗記力のあるのが東大生っていうけど、それよりもごっつい暗記力をもう絶対語れへんのが AI やから。だから勉強してきて俺は賢いやろって AI に語れへんから、もう東大生も落胆してるから、まあ、自殺になるわけ。自分たちが作り出した最高の機能で、最高にもヘイヘイグーヘイグーグルちゃん、ハイグーグルかなんか言ってヘイシリー、誰それの小説作ってとかって作りよるから今ね。だからもう東大いらんやん。だからもう時代がすごい来てるいうことは、もうクラウドの勉強はいらんのですよ。でやらなあかんのは実践。実践やってたら技が身につく、ね、昔から日本を守ってきたのは竹の内のつくのもそうやけど、つくねんとかもよく鍛えられた老人なんですよ。よく鍛えられた老人は技を熟練してるから失敗せえへん。もしボケても失敗せえへん。宮本の差しが受けたんですよ。おそらくあの時も宮本の人やけど、鍋つついとったけど、だいぶボケとったんちゃうか。でも手足が固く覚えし、その技はすでに心はいらんのもので、かっこよくしてんねんけどね。ごめんごめん。手勝手に動くねんっていう話やね。だから参りましたって言うてんけど、
何回殴ってもおそらく手勝手に動くねんと。めっちゃ練習してきたから、死に物狂いで。だからそういう人がよく鍛えられた老人って言います。そういう人意外と日本では歴史に刻まれてる。竹の内のすぐねもそうでしょ。それが500歳とかそんなのあるわけよ。ね、だからそういう人たちは知恵袋であり熟練しているから、派手な動きせんでも何やったか分かれへんけどもできんねん。でそういうことが日本の縮図やから、やっぱりもう一度そういう技物に戻っていく。そこに意識はあんまりはめない。勝った負けたもない、優劣もない。それぞれの個性、それぞれの伝承、それぞれのものが、武道でもいろんな流儀ができてるのがそれぞれの伝承があるからということが、あの我々の歴史なんです。あって、それぞれ の、 あの流派があってんねんけど、その派閥で揉めんのはいかん。それがあるいうのは、なるほどその手があったかをみんな編み出してくれたわけです、ね、だから別にまっすぐ行って勝つということじゃないっていうのは今日体験したでしょ。海の生物、海に入ったら波に揉まれるわけ。海におる 生命体で全く揺れないピシッとしてる生命体を見たいわ一回。絶対海なかったらもうひらめであかんねん、絶対くにゃくにゃやろ。わかめがこう揺れとるからありけん、まっすぐのわかめって見たことある。こっちで乾かしてるからまっすぐなってる。まっすぐのわかめ何におられるっていうことで、人間もそれまっすぐです僕はって言ってるやつはもう叩きまくられるから、叩きまくられとるでしょ。政治でもな、叩きまくられとるでしょ。だからそもそもくにゃくにゃでおれって僕は言うてるわけ。それ海に入ったら、あ、そういうのまだまだある。波が来たら、こういったのかとかってボーン弾かれるけど、って言っとったら、なんとなくそこら辺におる。で、心地よい。いうのを今日教えたでしょ。わかめのように入っとけって僕が言うたでしょ。ああいうのは僕たちの伝承者、いわゆるあの山伏たちとかいろんな、あの、禊を知る者たちが、昔は口伝であれをやったわけ。山歩くときも山の道の階段があった、山の丸太の階段があったら、そこに前の足がつくかつけへんかのときに次の足出せと。次の足が次の階段につくかつけへんかの時に次の足出せる。浮いてんねんそれ。じゃあそういう教え方をしたい。そしたらそういうふうに歩こうとする。そうすると普通の人から見たら浮いてるよ、飛んでるよ、へーって行くわけ。降りる時も体揺れへんよ。そういう伝承なの。それも歩きながら伝承を受けるから書かへんよ。でそうしてあの我々は伝承を受けてきたから、だからできる。だから知ってるいうのとやれるいうのは全然違うんです。やってるいうのと知ってるいうのは運転の差なんです。で今までの勉強は知ってる、知識を入れるいうのがもう主やったでしょ。でもできひんやったら何も意味ない。絵に描いた餅以下や。もうまたちょっとしたらボケてきたら忘れるしね。なんぼ東大生でもボケてきたら忘れるからね。それでも伝統工芸士は真ん中に手を打ちよる。宮本武蔵は受けよる。おそらくボケても宮本さんが強かったと思う。だって手足が覚えてるじゃないか。それが日本なんです。で、そういうことが分かったら、これからちょっと修行してみようかとか、自分たちが熟練して、ね、できるだけ人々に迷惑かけるようにも、老後、いろんなことがあっても、最後まで線だけは打てるようにしとくとか。もうそれで、あの、老人の雇用はいけるような。だからそういうような、あの、日本人の昔からの生活っていうのが、あの、本当に伝承の中に生きているのでね。それをちょっと一緒に学ぶんじゃなくて一緒にやっていく。で、このやるっていうのは何かって言ったら、実は遊びなんです。